あなた方はラプチャー捕獲部隊ですから、活躍するために今より強くなる必要があるという名目で、ラプチャーのパーツを利用したニケの強化実験を行ったそうです。エニックが決めたことなの？いいえ、エニックの判決は取り除かれた妊婦を再び搭載し、人類に危害を及ぼした分人類に献身させるようにというような内容でした。献身の方向性がそうなったのはジエンの指示によるものだそうです。ジエン？主演じゃなくて？ああ、すみません、再びロールアウトされたのでジエンのことをご存じないのですね。ジエンは主演の腹違いの姉です。腹違いの姉？そんな重要人物がどうして資料には。表立った活動はしていませんので、以前のあなたや MMR といった主演の最側近であるニケのみがその存在を知らされています。ですので今回のユニの処遇に関与したのは異例の事態と言えますね。どうして主演が決めなかったのかしら。主演はユニの話を聞くだけで痙攣を起こすようになってしまいましたから。ジエンが主演に報告したとは聞きましたが、主演が同意してのことかは分かりません。そうだったのね。私から説明できるのはここまでになります。他に質問はございますか。ユニに記憶は残っているの？こうなる前の記憶ですか。ええ。一般的には思考転換を防ぐために妊婦を再び搭載する前に記憶を消去することになっています。しかし今回の場合は分かりません。ジエンと彼女が指定したチームメンバーだけで秘密裏に行われたので、実験の詳細は MMR の研究員でさえ閲覧できないようになっているのです。そう。他に質問は。いいえ、大丈夫よ。ではお先に失礼いたします。ええ、案内してくれてありがとう。